旬の果物を美味しく楽しく味わいたい、フルーツの里伊勢原へみかん狩りにレッツゴー。ねえゆうちゃん、はい、やっぱり果物狩りって最高だよね。最高です。みかん狩りは初めてだから楽しみ。今日行くのはさ、はい、みかん専門農園さんだから期待してて。もう口の中がじゅわっとしてきました。赤里園へは新東名伊勢原大山インターチェンジよりおよそ12分です。ここだね、ゆうちゃん。はい、早くみかん買いたい、ね、あれそうじゃない？ あっちの方見えてますね、うん、行きますか。うん、行こう行こう、はい、家族経営アットホームな雰囲気の赤里園。二人を出迎えてくれたのはみかん農家三代目飯塚正明さん。みかん専門農園さんなんですよね。はい、みかんはね、20種類近く20種類作ってますけどね。そんなにあるんだ。10月から始まって、はい、7月頃まで順番に種類が変わってくるんです。そうなんだ。結構長く楽しめるんですね。そうですね。はい、早速高台のみかん農園へ。飯塚さん、美味しいみかんの見つけ方教えてください。お日様が十分当たってて、はい、ちょっと小ぶりのみかんのが小ぶり味わいですよ。ちょっと欲張って大きいの選びそうだけど、この軸がね、細いの美味しいんですよ。太いと皮も厚いし、十分淡白でね、うん、これは細い方ですか？これ細い方ですね。細い。今回収穫するのは極早生の宮本。どんどん取っていきましょう。よし、はい、じゃあいっぱい取るぞ。取るぞ、みかん。よし、うん、なんかいいサイズよね。かわいい。ちょんちょん、ニコドリ。ニコドリ。ニコドリ。結構いっぱいなってきちゃったな。ねえ、ケイさんもう入ってないから。ねえ、みかんがかわいそう。頑張れ、ほら、いたいた。もうケイちゃんってば、美味しそうだからって取りすぎ。全然違うんだけど。いい匂い。さあ、自分で取ったみかん、お味はどうかな。甘めも酸味もしっかりあっておいしい、ね、この時期のみかんにしてはもう結構甘みちゃんとあるね。ああ、うん、まだまだあるよ。景色のいい場所で食べる採れたてみかん、いや最高ですね。ゆうちゃん、はい、みかん狩りって家族みんなで楽しめそうでいいね。うん、私みかん食べ過ぎてお腹いっぱいです。もうビタミン C 補充バッチリバッチリ。取って食べて大満足。この番組はもっと安全にもっとスムーズにネクスコ中日本の提供でお送りしました。どのルートで渋滞避けよう。東名リニューアル工事渋滞減らしたいキャンペーン、専用アプリを登録してクーポンをゲット。詳しくは東名工事で検索。次回は吉原ヨーロピアントールペイント教室。